スポーツマンの皆さんこんばんこばは亀山勉んんさんからもありましたが、はい、甲子園球場で行われる予定だった阪神タイガース対千葉ロッテマリーンズの試合雨のため中止が決定しましたので月曜日のレギュラープログラム「亀友スポーツマンでそしてもうすぐ亀友いつも通りやるということでございますそうですねあの阪神ロッテというのは簡単だったんですがはいあのできるだけこうメジャーっぽくね、うん、タイガースマリーンズってはい えーえー、マリーンズで打てますよね、日本はね、合ってます、マーリンズで言ってしまいましたね、合ってます噛むというね、失敗するという。でもね、亀山さん、はい、あの試合やった方が。はが、い。 野球ファンの人は嬉しいんじゃないですか。あくまでも亀山つのギャラの問題ですか今日は。<laughs> いやもう亀山家にとっては重要な一本ですよこれ <laughs> はね。もう朝の小森さんからその話ばっかりということでございますが。そうそうそうそ、えー、亀友スポーツマンで今日はスタジオ亀山つさんと私アナウンサーの亀でお送りしますが、六、はい、時からの亀友スポーツマンデーは、えー、バレーボール元日本代表の竹下義恵さんの倉田氏インタビューを今日はお送りいたします。はい。二千十四年バレーボール v プレミアリーグのまとめ総括を中心に今日はバレーボール話ということでお送りいたします、はい、まあバレーボールはねもともと雨でもできる屋内スポーツですから、はい、たまには聞いていただいてもいいんじゃないかなと思いますそうです、ね、野球だって最近は場所によって雨でもできるんですよドームだったらええ、うん、まあ甲子園はね、うん、ただ今日は藤く君と涌井投手でしたかねあ<ー>だから見たかったなこれでもね、うん、藤く君にとっては ちょっと一回スキップして雨で流れてもらった方がいいような気もするんですがどっちですかねいやだから流れるんかなこれスライドかなっていうのはまだあ明日でしょやっちゃうかもしれない登板するかもしれないそうなんですよだからね再調整して、あのー、コーチにもうこれが最終通告だぐらいの勢いで来てるベストのタイミングで合わせるとすれば、はい、本当はやりたかったただ雨でコンディションが悪いとなるとどうかな確かにまあ ファンの皆さんは野球見聞きたたかっただろうねう <laughs> 先週の火曜日から始まりましたプロ野球セ・パ交流戦阪神タイガースは負け勝ち負け勝ち負けと、うん、綺麗に変わり弁当変わり弁当できてますねそう心配なのはその交流戦2つずつですよねゲームが2連戦2連戦二年戦なので頭が負けなんです全部そうか必ずそうです、えー、だから心配っていう その、すぐ後半死になってしまうよね <laughs>。心配性だから我々は。前の頭取ってればもう少しね、連勝、はい、っていうイメージが出てくるんですけど、うん、ただまあまあまあ、この後もやりますけど、ね、オリックスバファローズ、はいね、ソフトバンクホークスで、うん ゴブゴブでいけたっちゅうのは、これ、まあまあ、そういうことですね、よくやったと思います、や,やってると思いますよ、2連敗しないで来てるというふう,そう風に見てください、ええ、もちろんタイガースの名場面、選手もたくさんありました、今回はこの場面をチョイスしました、聞いてください。先週の水曜日21日、京セラドーム大阪の対オリックス・バファローズ戦。 9回、ゴメス選手の決勝ホームラン、実況は、三藤里文アナウンサー、そして解説は亀山きつむさんでした。<laughs> あの解説者、そんなに叫んでいいのかというぐらい。<laughs> でも、叫びたくなるような、はい、本当にいい当たりだったと聞いてますいや欲しいですねって言うて、来た、うん、いたっていう瞬間にやっぱりぽっと声が出ちゃいましたね。はい、まあ増田君ぐらいの勢いですからもう、ね、増田,田増田さん <laughs>、えー、絶叫ゲスト、先週の亀友では、オリックスの中継ぎエースと言ってもいいかもしれません、はい、もう比嘉投手。 生ゲストだったんですが、はい、とにかくオリックスは日が佐藤、そしてマハラというセットアッパー陣が非常にいいという話が出てましたが、はい、その水曜日のバファローズ戦、比嘉投手も打ち、そして佐藤投手からゴメス選手がホームラン打ちということで、はい、打ち崩しましたよね、ここは正直な話ね、まあ、少しまあ我々ね、うん、どちらかというと、タイガース寄りで普段まあ放送させていただいているわけですわ。それは亀山さんタイガースのですから、ええ ただこの交流戦に関しては、うんえー、タイガースとバファローズは完全に中立の立場でやらなきゃいけないというね <laughs>、はい、パワーバランスがあったわけですよ両方のファンの方が聞いてます、えー、いやだけどね、僕あの日の解説でしたけど、えー、まあ多分今シーズン一番って言っていいぐらいいい試合でしたねえ結果7対6プロ野球では最も面白いスコアの一つとも言われております、えー、そんな展開で阪神タイガースが 先に取られた2連戦のもう一つを取ったという展開でしたそうでしたね振り返りますとカースイ京セラドームでバファローズ2連戦そして金堂がヤフオクドーム敵地でソフトバンクホークスそして日曜日が甲子園でマリーンズと対戦ということで2勝3敗負け勝ち負け勝ちそして明日はスライドでということになりそうです予告先発発表されました亀山さんのおっしゃるとおり そのまま予告先発スライドですそうでしょうだからこれがその早めにね、うん、12時とか 2>,、はい、2時の中止決定であれば明日っていう考え方ってすぐ切り替えができたと思うんですよねでも4時15分でしたってことはホームチームは練習しとるわけです、はい。きちっとはいだから一応6時プレーボールに向かっての調整はしてたのではないかと藤浪君ははいうんこそっと やらねえぞって言ってたか分かんないです、我々わピッチャーじゃないんで、そういう情報、いつも、ね、野手は全く聞かされませんので、球団側からも無理やろ、無理やろって野手が言いながら練習してるぐらいなんで、普通た普段はね。まあ、ピッチャーはどうか分からないけど、そのあたりの情報がどういうふうに入ってるか。はいうんまあ、それも含めてね、ええ、まあ,あのー 打つほの話まいりましょう、はい、タイガース、荒井貴大選手、大活躍中です、うん、バファローズの守備の乱れに乗じて1手を返し、2点差とした6回、ツーアウト1塁の場面で、この日は代打でした、比嘉投手の初級スライダーを振り抜いて、レフトスタンド3階席へ2号同点ツーラン。 どんどん振っていこうと考えてました、いいホームランになってよかったですと、喜び爆発、うん、ゴメスに、まあ、交流戦の前はファーストのレギュラーを譲っていますが、とにかく交流戦に入ってからは、ゴメスが DH、はい、そして新井選手がファーストの先発という場面が増えてます、ね、いや、しかしこれもね、あそこでホームランを打ったことによって、ひょっとしたらゴメス、調子悪いから、うん、これ、ゴメスといよいよ1塁入れ替わりあるんじゃないかなと思ったそれは最後にゴメスが打ったんですよね。うーん だから新井の兄ちゃんもね、決して状態悪くないだけに、はい、同じカード2枚、3枚持ってるんだよね、タイガースは。あ<ー> <laughs> 逆にセカンドが、まあ、上本選手戻ってきてくれましたが、うん不足、そして鳥谷選手のバックアップはどうかと、まあ、でもしょうがないですね、そのあたりのところはね。だからまあまあ、そのままセ・リーグで DH が使える甲子園で、今年は使えませんか。<laughs> はい、そういういところで ままあ、まあ新井君、きのう打ってますんでね、うんうん、うまく機能してほしいな。まあ、そもそもがね、はい、DH だろうがなんだろうが、相手のピッチャーが右だろうが左だろうが。うん クリーンアップ打ってた選手ですからね。ガタガタ言うなと黙って打たしとけという話もありますよ確かに確かにね。ピッチャー陣も順調に成績を残しております土曜日のホークス戦4対3で勝ちましたが9回守護神のオースンファンが1点3マウンド、うん、先頭の長谷川そして井デホに連打を浴びてノーアウト1塁2塁あわや逆転サヨナラのピンチを迎えましたが 気持ちを切り替えて後続を断ち切りセ・リーグ単独トップの12セーブ目を挙げました、うんあのー、キャッチャーの清水選手がマウンドに行って、はい、そこからどうもリードというか組み立てが変わってストレートで押していってピンチを断ち切るという展開に見えました、はいはい、オースンファンだからね、うん、押さないと <laughs> 一支直球で押さないと結局オスンファンの武器はストレートそのことを改めて気が付かされた試合でもありました ただやはりパ・リーグの打者はストレートに強いというイメージはあ,るあったんじゃないですかねうん、うん、それに対して少し変化球っていう入り方をしたのかなとじゃあ逆裏の裏じゃないですけど、うん、やっぱりストレートで押してみようということがそうそうですねだから基本直球に戻して、うん、抑えれたわけですからこのカードやっぱりイデオホとの韓国の投打スター解決が 注目を浴びました、韓国からも大勢の報道陣が押しかけて取材体制を敷いてました、はい、いい対決だったんですが、いでほ選手がヒットという形で拾ったわけですが、はい、オースンファン選手本人は特に意識はありません、チームに勝ちをつけるそれだけですと淡々と話していました、うん、このあたり、さすがベテランですけどね。うん、オースンファン、今の調子自体は、亀山さん、どう見てるんですか い,やいいと思いますよ、うん、あのどうであれその、内容がいいけど負けたということではないですもんね。抑えれば OK なんです,から、ね、んですよ、クローザーは。結果、チームに価値をもたらすことができれば、はい、クローザーっていうのは正解なんでね。そうなんです でやっぱりちょっとね、確かに高めにまっすぐが来てる傾向はあるんですけど、ええ、その高めをこうホームラン打たれたりしたら心配ですけど、うん、今、高めのまっすぐで抑えれてますので、球児当初もそうでしたけど、高めのストレートで抑えれるっていうのは、もうこれ、もう速球派の、うん。 一番の醍醐味でしょうから、はい、それが通用してる間は、僕、心配しなくていいと思ってますけどねさあ、そして先ほどもお話出ました、藤浪晋太郎投手は、交流戦の開幕ゲーム、えー、バファローズ戦の1戦目、2対12で結果負けたんですが、うん、2>, 2回6失点、最短 KO で3敗目となりました戦でね、まあ、ここで一つの壁が来てるかな、今うんただまあまあ、まだ20歳、はい、<laughs> まだまだですよ。 やりくりの問題はありますが一、はい、回ファームに落として再調整させた方がいいのかこのまま一軍でそれこそローテを守り続けてやり続けた方がいいのか亀山さんどっちのお考えですか僕個人的にですか、はい、僕個人的にはもう一軍でいいと思います一軍で使い続けて再起を待つ、はい、だってファームに落としたレベルで 結果出しても仕方ない選手ですよね、うんうん、でやはりその壁を乗り越えるためには一軍のマウンドじゃないのかなと僕は思ってますけどね。そのあたり、うん、明日の試合どう出るか注目しましょう。 1179MBS ラジオがお送りしています亀山勉の『亀友スポーツマンデー』今日は亀山さんと私アナウンサーの2人だけアナウンサーの亀の2人だけということでちょっと寂しいです、はいはい、あなたからのメールいつにも増してお待ちしています<つ>あなたの大好きなスポーツのお話聞かせてください亀アットマーク MBS1179.com 改めましたこんばんは、亀山つとむです。<laughs> 改めましたこんばんは、NBS <laughs> アナウンサーの亀山レオです。予定されていました甲子園球場のタイガース対マリンズ戦、はい、今日は中止になりました、ええ、いつもの通りのレギュラープログラム、亀友スポーツマンデー、6時59分までお送りいたします。はい、早速メールご紹介しましょうか、ありがとうございます助かります。 雨天中止でよかったです。三度の飯より好き、ロッテ好きさんからいただきました。<ー>大阪府泉市の方です。はい、私実はロッテファン。うん、月曜日、仕事の都合で甲子園に行けませんで、先週から火曜日への順延を狙ってました。ほほなるほど。おめでとうございます。流れてよかった。明日甲子園に行ってきます。<ー>甲子園5割復帰を狙う阪神は藤波選手。うん、一方、 全勝街道を続けているロッテは涌井、はい、どちらもピリッとしない投手が、不勝のきっかけをつかむかどうか、野球ファンとして今から楽しみですと、非常に眼畜のあるメールいただきました確かにね、だからおっしゃる通りですけど、2人の名前見てると、はい、ピリッとしてもらわなあかんピッチャー2人よね、これ。そですよね。はい、<laughs> 井もピリッとしてもらわないと困りますよね、マリンズファンの方は、ね、いやだからこそですよ、我々も僕もスポニチーの方で、今年はロッテ2位ですよ。はい あ予想を<想>シーズン前の、はい、だってギャオス内藤さんに至ってはね、ええ、ソフトバンクこけたらね、はい、ロッテ行くよっておっしゃってましたもんね悪意くんが来てということとあのオープン戦あたりで見た打線とか守備、うん、のバランスとか見たら、ええ それからいくやろっていう評価が高かったですからね、皆さん,ん今、ロッテは唯一交流戦で負けなしの5連勝、勝率10割でございます。そうなんで、すよ 2>, で2位がオリックス、3位が中日、4位がソフトバンクということで、確かに亀山さん、タイガース。 交流戦いきなり強いとこ強いとこと当たらされてますわやっぱりはいはいそいで負け勝ち負け勝ちね勝率五割近くだったらいはいはいいはなはい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 それで昨日練習前にですよ。はいあの私も新聞はいってましはので。ええ。い材に立花コいチと。はい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 ーチは僕と同はいはいはいえ。いはいてたはい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 いはいいは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  いやーだから、あれじゃ打ってないって思うぐらいパリーグは激戦なんでしょうね。だって角中にしろ、井口にしろ、決して調子悪くない、あとクルーズとかね、あ,のあと守りも硬いですし、ピッチャーもいいし、はい、あと敵ながら、なんていうんですかね、ヒット打った後に、パっとこの足の自打球ガードか、はい、取りながらあの、わざわざ立ってとかじゃなくて、すっと手上げるんだよね、あれ、選手が。<ー>さりがなくかっこいいんだあれね <laughs> あ,<ー>あれなんですか、チームごとのお約束というか、ロッテのなんというかそういう伝統芸そうですね、タイガースなんかはイニングのチェンジの時に、えー、その亀山、亀山ってスタンドから言われて、パーッと手あげるじゃ、はいじゃなくて、ヒット打って、一塁に乗るとき、ぱーっと手あげるんだよね、うん、ロッテね、えー、かっこいいのあれ <laughs> 強い時は何してもだって昨シーズンの,、ね、あのグラティにしたって、はいはい、もうガンガンいってる時きはお、あれで盛り上がっとるやないかって言って、ちょっと調子悪くなると、いかがなものかみたいな声がどんどん出てくるじゃないですか、いい時は何やってもいい、えー、確かにうかん、ラジオネーム、たまごさん38歳、奈良<お>県北葛城郡からいただきました、おざいます甲子園で初めての指名打者制 DH 制でしたが、 今後も荒井お兄ちゃん、ファーストスタメン、ゴメスの DH が基本になるんでしょうかという質問ですね、これはあ僕はなると思います。思いますかだ、うん、そうですね、どちらかというと、そのゴメスは普通のシーズン、ペナント戻ったときまたファーストに、このままだくと思うんですよ。ええ、だけどやっぱり、キャンプやってないっていうところで、疲れが出てるだろうなみたいな空気がやっぱりあるので。 リズムの問題もありますが、むしろゴメスは守備の負担を減らしてやった方がヘルシーに打てるんじゃないかとうっていうことで、まずそのきっかけで、昨日そうしましたからね。はい ましてや、新井のお兄ちゃん、ファーストならゴールデングラブですね。そうなんですよ。うまいんです昨日も難しい球、取ってましたよ。うん。えー、私、個人的には、梅野選手の思い切りの良いバッティングに、今年は期待をしておりますともいただきました。はい、いいですね。あなたからのメール、まだまだお待ちしております。今日のスタジオは、亀山むさんと、私、アナウンサーの亀井だけですので、はい、あなたからのメールもいっぱいお待ちしております。そして、後半は、バレーボール元日本代表、竹下義しさんによる、バレーボール2014年 V プレミアリーグ の総括もお送りいたします。ちょっと出しどころを伺ってたんですが、今日は蔵出しということで、はい、とっておきをお送りいたします。はい、メールの宛先こちらです。亀友トモアットマーク mbs 一一七九ドットコム カメアットマーク MBS1179.com です。番組の公式ホームページにもメールの送信フォームがあります。また、公式ホームページではウェブラジオの展開も行っています。聞き逃してしまったという方、および関西圏外の方、番組の放送翌日にパソコンからウェブラジオでもお聞きいただけます。メッセージ紹介させていただいた方には、新しいノベルティ、カメ 明石のりふりかけ、美味しいふりかけ、ご飯のともプレゼントいたしております。亀友とアットマーク、mbs1179.com で、あなたからのメール、野球、サッカー、バレースポーツ、何でも結構です。お送りください。お待ちしております。はい、それでは C までよろしくお願いします。 亀松の亀のスポーツマンで最初のコーナーは「亀友スポーツジャーナル」先週から今週にかけてのスポーツの話題をお送りいたします、はい、まずはこちらからネットを続くプロ野球セパリ,オリーグ熱戦戦が交流戦でも続いていてます、うん、タイガースの話やりましたセ・リーグの他のチームはどうでしょう、はい、順位としてセ・リーグの首位は依然としてカープです、はい カープ、交流戦に入ってちょっとダメかなと思いました、2桁あった貯金9まで減り、2位タイガースとのゲーム差、今日の試合前の時点で2となっております、うん、ただ昨日勝ちましたんで、はい、まだまだしぶといかなという気もしますが。そうでですねただ、うん、まあちょっとこの交流戦で 組し感は出してますよ、ね、あのマージャンでいうと風、風場がえしたというか、はいはい、風が変わるきっかけにもなりますよね、確かにねタイガースに続く3位にはジャイアンツ、ライオンズ、マリーンズと戦って、ライオンズには2連勝、マリーンズに2連敗、巨人、まだ調子に乗ってこない感じですよね。うん、まだいい、まだいい、そうですか、まだ来なくていい。<laughs> どんどん例えますが、競馬で言ったら、はい、最後、まくってくる馬がまだ抑えろ。 まだ抑えろまだまだって、そういう感じですそれなら俺、ジャイアンツファンじゃないですか、はまだ抑えろだったら、騎手の立場で言うとね、ジャイアンツファンの見方ですよね、亀山勉的には、まだ出てくんな、まだるたら届かなかったっていうところぐらいまでっていう、ギリギリのところまでタイガースファン目線で結構です、タイガース OB 目線で結構です、ジャイアンツ、今一つエンジンがかからない理由、なんでしょう、これ、内海君、勝てないでしょ。 ややっぱりうつみですかまずはいやもう全然星感情が合わないでしょ、だってそうなってくると、<laughs> 計算できるピッチャーですもんね、も、はい、う得と内海っていうのは、そうですね、それがなかなか勝ってこない、勝ち星が上がらないって考えたら、そこが来たら、普通にもう2位と1位の間ぐらいか、1位にいるぐらいでしょ、うん、4月、5月見てて、打つ方はどうですか、あんなもんですか。ままあまあかな うん、まあまあ、うん、まあまあだけどまあシュイダのアンダーソンでしたっけアンダーソンあれ怪我したりとかそうだちょこちょこやってますよね、えー、その怪我を喜んじゃいけないんだけど、はい、まだ早い。 まだ,ね、まだワールドカップあとぐらいにしてもらわないと、<laughs> そうか、早いよね、今年言ってました、ね、あんまり巨人に独走してもらうと、サッカーに話題をさらわれちゃうと、プロ野球界、ね、その通りの展開になってはきています、ただ、巨人ファンのあなたのご意見もお待ちしております、はい、そしてセ・リーグの4位がじわじわっと上がってきました、借金2まで浮上、中日ドラゴンズ、<ー>そして5位がヤクルトスワローズで、6位が横浜 d n a という形です、ね、ドラゴンズ、交流戦いいんですよね、これ。 まあね、楽天とかね、そのあたりからぬるっと入らせてもらってるのが良かったかもしれませんね。はい、いやそれはそれでまた楽天に怒られるよそんなこと,言と。<laughs> すいません。ただあの <laughs> DH が使えますでしょう。はい。中日ってまあ僕中日ファン目線、名古屋出身者目線で言うと、ええ、明らかにピッチャーで流れが切られると厳しいんですよ。そんなに大きいのを打てる選手がいないんで。はい。ただそこそこつなぐバッティングができる選手はまあまあいるので、うん、DH を使えた方がむしろ。 楽なんです打てないチームなりに、あなるほどね、はい、明らかに流れを切られないので、そういうのもあるかなと思いますこれ、新しい話、バリーグにドラゴンズ行った方が勝率い,いじいや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 、<laughs> それは勘弁してください、<laughs> それは無理だと思います、そこまでの実力、まあ、パノが強いとは決して言いませんが、頑張ってますね、ドラゴンズはね。はい、<laughs> やっぱりセ・リーグも含めて、まだまだプロ野球、面白くしていただかないとと思います。はい えー、そしてパ・リーグの話いきましょうなんといってもオリックスバファローズが首位をキープです強いねここは交流戦タイガースカープベイスターズと対戦し、うん、昨日までで4勝1敗、まあ、5連勝のロッテには一歩譲ってますが貯金は昨日までで152ホークスとは1ゲーム差でありますが首位をキープしております 貯金15森脇監督、うん、心も体も良い自然に動く状態がキープできています、うん、ただ貯金についてはパ・リーグのチーム交流戦でどこも伸ばしてくると思うので今の時点ではどうこういう筋はありませんよと、うん、まあパ・リーグの方が手ごわい、まあ、そこまで森脇さん意地悪じゃありませんが。 正直なコメントですね確かに何がいいってピッチャーがまずいいです、バファローズ。うん、火曜日のタイガースとの交流戦の初戦、藤く君と投げ合いました西投手、6回を8安打2失点、決してこれまででベストなピッチングではありませんでしたが、開幕から8連勝、球団新記録を達成しました。うん、試合後 今日はししないといけないいいとけ試合でした中継ぎの皆さんに迷惑をかけてしまいましたとまず反省3回先頭打者にヒットを許した直後6点リードだったんですが亀友にも来てくれましたキャッチャーの伊藤選手にマウンド上で激しく叱責された怒られたそうです <laughs>、はい、対戦経験の少ないセ・リーグの選手相手だったのでいつもより深く考えてしまいました光さんにすごく怒られました コースを狙いすぎたり腕が振れなかったり知らず知らずに僕の悪い癖が出てしまいました怒られて冷静になれましたと振り返っていますヤシ、うん、が打ってくれての勝利ヤシの皆さんに感謝です新記録は光栄なことですが次の戦いもありますのでとここは謙虚に語っていたということですただもう大きいよねこの今主義にいるこの牽引力といいますかあの金子投手に続いて2枚エースと言っても、はい 過言ではない。まあ金子君より今上ですからね。成績だけ見ればですね。だから去年のその昨シーズンの楽天はいのマー君まあまあそこまでは多分さすがに無理だと思いますよ。えー、まあ可能性ゼロじゃないけど。はい。八戦八勝でしょ。うん、この時点で。 貯金8だからね一 <laughs> 人で貯金8してるってことだから <laughs> 貯金15のうち半分以上稼いでるそうだからすごいですやっぱりねんんそんな西投手を激しく叱責したキャッチャーの伊藤光選手がなんと <laughs>、はいええ、来週この「亀友スポーツマンデー」のスタジオに再登場ですおっわれわれも怒られますかじゃあ <laughs> 怒ってもらいましょうか、ね、怒ってもらいましょうかい,やい,やいつも謙虚な伊藤選手ですが、ええ、シーズン中に番組生出演またまたありがとうございますとにかく好調の原因を性保守 伊藤選手の口から直に聞いてみたいなと思ってます,、うん、そうですね。打つ方も最近伊藤選手調子いいんですよね、はい、昨日までで11打数4安打3割6分3厘キャッチャーという守備の負担が大きいポジションにあっても素晴らしい成績ですよねうんサヨナラヒットも含めてホームランも放ち打点が3 激励メッセージ質問などぜひ皆さんからお待ちしております事前に質問いただくと組み立ても楽ですんでそうですねありがたいなと思います、はい、亀山さん改めて伊藤選手にどんなことを聞いてみたいですかねいやもうだからあのイデ,オイデオ対策はそうだ、うん、ありますとおっしゃってましたもんね,ね土下座になっとるとですかという構想してます今のところはねの ピッチャー陣あるいはキャッチャー陣にもヒントにしてもらいたいぐらいですよねそうですよ、ね、イデホコウサイロみたいなね番組からは来週スペシャルウィークになりますので、はい、恒例のお宝プロ野球観戦チケットのプレゼントも用意してございますはい。ぜひ来週6月2日になりますかね, 2> 2すね、はい、6月2日月曜日の亀友スポーツマンでお聞きいただきたいと思います、はい、オリックスの伊藤光保守が登場です来てくれます そしてお話し出ました金子投手なんですが前インタビューした時にあるいは取材した時に打つ方はちょっと僕苦手なんでという話がありました高校時代はね右投げ左打ちでありながら長野のイチローとも呼ばれていた選手なんですが能力が高いんですよもともとねもともとピッチャーやる選手打つ方も含めてスター選手だったわけですが高校時代はただプロに入ってからはねプロのピッチャーの球怖いっすよとのカー金ですね 2点リード7回ツーアウト2塁の場面で左打席に入りました、うん、あの前剣から148キロのストレートをフルスイング前進守備のセンターのはるか頭上を越えてタイムリーツーベース見事なもんですよ打った相手がいいんやなまたこれ。 痛くなかったからバットの芯だったんでしょうかでも完全なまぐれですよ真ん中付近にストレートが来ることを信じて振ったら当たりましたとこちらも謙虚なコメントですうんでも投げる方はね決して調子良くなかったんだそうです8回を無失点の4勝目だったんですが打たれたヒットが7毎回のようにランナーを背負う展開受けていた伊藤選手も試合後使わなかった 球の種類もいくつかありましたいつもの半分程度のバリエーションです、うんはい、でも嫉妬はゼロさすが金子さんですという粘りのピッチングで勝ちに繋げました <laughs> あのエースの条件の一つに、はい、悪ければ悪いなりに試合を作るというのがありましたけど、ね、まさにそんなピッチングでしたよね、はい だ悪かったからで使わない吸収があって抑えるっていうことがすごいよね。<laughs> これそうか。うん、だからで,で商店でいったらお店屋さんでいったら売り物がいくつもあって、はい、今日はこれ入荷しなかったけどある品物でどうぞお客様。それで普通にね。買ってってくださいと。もう全然あのクレームのないあのことをできるわけですから。<laughs> ねえ。うんすごいですね。大したもんですよね。金子投手シーズンここまで九試合に先発しそのすべて六回。 以上自責点3位以下に抑えるいわゆるクオリティスタートにまとめています西投手の8連勝が非常に目立ちますがやっぱりそのあたりは安定感のあるエース金子千尋さすがだなという気もいたしますその他のパ・リーグの順位を振り返ってみましょう 2>,、はい、2位がソフトバンク3位がロッテ4位日本ハム5位に楽天そして6位が西武となっております、はい、亀山さんはここまでのパ・リーグの展開どう見てますか,いやだから本当にそのロッ 用意どんでつまずいたなっていうぐらいであとはまあまあ実力が。 あるるのが上に来てるなとそのロッテも先ほどありましたが、交流戦で5連勝、上がってきましたしね、調子を盛り返してきましただから多分パ・リーグのどの球団も一番びっくりしてるのは、バファローズの快進撃それとソフトバンクの不調ですわな、そうですねオリックス、もともと戦力的には充実と言われてました、あとペーニャが思いのほかいいといいですねう材料もありますし、さっきの巨人の裏返しですが、ソフトバンクがいまいちなのはなんでですか。 だかピッチャー、ピッチャーでしょこれ。結局そこですか結局。ああ、ね、ねえ。いいとこみんなピッチャーがいいよね。 スレリグのカーブもそうですけどやっぱり野球はピッチャーまずピッチャーが抑えてこその展開七割いや八割はもうピッチャー,ー先発ピッチャーですねこれ、えー、ソフトバンクもそのあたりブルペンも含めてピッチャー陣が安定してこないとなかなかということになりますでしょうかだってスタンリッチが八試合に投げて四勝ウルフが同じく八試合に投げて四勝ですが上位 十人20人に上がってきてるのはそれぐらいかもしれませんか、ね、そうなんですよねだからまあ打線的には非常にこう迫力ある打線持ってるんですけど、うん、思ったほどピッチャー先発ピッチャーが。はいうん 中田君も出だし良かったんだけどね中日から行った中田君中日ったちょっとよくないですね、またこの間もね、あの癖になる悪いコントロール暴れだしたよね、暴れだした。それも悪い方に暴れてると <laughs>、ストライク真ん中に入れ、だからね、中田はね、やっぱね、10勝したら10敗するピッチャーなんだ、そういうこと言うといけないね、<laughs> ごめんなさい、ソフトバンクの方、すいません、中日ファンのター端でございます、えー。サッカー行きましょうか、はい、初体感 女子サッカーアジアカップの決勝を行われ日本女子代表なでしこジャパンオーストラリア代表と決勝戦を戦いまして1対0で初優勝を飾っていますお,いおめでとうございましたおめでとうございました 昨日私も寝なきゃ寝なきゃと思いながら見てしまいました。メールをいっぱいいただいてます。ラジオネームうさこさん、はい、女性の方ですね。はい、なでしこの皆さんおめでとう。野球の試合中止になったのは残念ですが、今日亀友が聞けるのは嬉しいですと。うん、さて昨日はサッカー女子なでしこジャパンアジアチャンピオンになりました。画面で見ていても、 川澄奈ほ選手の体力にはいつものことながら驚かされます。最後までスピードが落ちずに動き回っていました。うん、帰国されたらぜひ川澄選手の話もカメトムで聞きたいですといただきました。そうですね、中国戦もそうですけど、中国戦見てたんですけどね、すごいスタミナでしたね。120分延長戦も含めて、走り切って終わった後のインタビュー、はい、楽しかったですって。いやー 素晴らしいですねあの体力昨日のオーストラリア戦でも、湿度がものすごく高くて、はい、コンディションは最悪に近い状況だったんですが、はい、それでも、最後の最後でものすごいロングドリブルを敵陣に向けてやったりとか、はい、い,やいや、さすがですね、やっぱり世界で戦う人たちは。神戸市長田区のラジオネーム、次郎さんです、はい、昨日のなでしこジャパン対オーストラリアの決勝、ドキドキでした、アジアカップ初優勝、でもなでしこのメンバー、なんであんなに持久力あるんでしょうねと。 いただきましたねえだからやっぱり世界に取ったメンバーなんかがやっぱりいますので、うん、アジアぐらいじゃ負けられないぐらいの強さを持ってんのかな佐々木監督が試合の前に、はい、どちらがカップを取りたいか、はい、優勝したいかっていう気持ちが上回った方が勝つんだというのをビシっと言って、その通り、気持ちで走り勝った勝利ですよね。そしてララジオネームアンギラス山田さん東住吉区の方 朝からてんこ盛りからスポーツマンデーまで、亀山さん、今日もお疲れ様です。ざすセレッソサポーターの私、明日のザックジャパンの強化試合、キプロス戦、<お>柿谷、山口コンビ出るのか、および香川、清武、さらには大久保のセレッソ OB も含めて、5人が一度にピッチに立てば最高だとも思っています<お>と見、ねね、山選手、はい、男子につなげられたらっておっしゃってました、確かに。はい 明日の夜7時半キックオフということでギリシャを想定したキプロス戦、はい、どうなるかということですよねそうですね、えー、亀友でおなじみの川澄選手昨日のなでしこ振り返りましょうゴールにはつながりませんでしたが、はい、とにかくスタミナと高い技術レベルを見せつけました、うん、試合後のコメントです 準決勝は相当しんどかったので90分で決めたいなと全員が集中していました今大会若い選手がいる中でチームが1試合ごとに成長できたと思いますその中に自分がいることに感謝したいと思いますと話していたということです確かに予選の段階では解説の大竹奈美さんだったかな ディフェンスラインのもうげ下げがむちゃくちゃですっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、どんどん良くなってきましたヨーロッパのあのチームに所属している選手例えばサメシマさんとか大野さんっていうのは、はい、A マッチじゃないので今回は、はいはい、強制的に呼べなかったんだそうですねで大木さんも一時リーグで帰らなきゃいけなかったりとかうん、うん、でそんな中でちゃんとその間を埋める いなくなった選手を埋める若い選手たちが本当に頑張ってましたもんね。はい。だからまあこういうのがうまくまた次へつながっていくんでしょうね。はい。次世代へというか。そういうことになりますよね。ねだから逆に澤さんなんかは個人的にはちょっと納得がいってなかったとこの大会は。ほう、はい。おそらく。 澤さん自身はまだプレイヤーとしてやる気満々ですからもっと出たいフルに出たいもっと私を使ってほしいと思ってたと思うんですよ、ねはいはい、でも佐々木監督はこれからのこともおそらく考えて、うん、どんどん若手を起用する澤、ね、さんとしてはまだまだ私も負けられないその辺がこう攻めにやってるからこそまたチーム力ってのも上がっていくんでしょうねう、うん、とにかくなでしこジャパンおめでとうございま,、はい、ざいます。次は男子のサッカーです超ハードトレーニング ワールドカップブラジル大会に臨む日本代表チーム鹿児島指宿での合宿打ち上げましたとにかくブラジルは寒い暑い寒い暑いコンディションも含めて非常にフィジカルが厳しいということで、はい、鹿児島での合宿はハードに追い込むというのが目標だそうです、はい、亀山さん しまあ奄美ですが指宿もこの時期暑くなってますよねそうですねだけども風が気持ちいいんじゃないですかねそうですかあの大阪の暑さ想像したら <laughs> 普通に暑い時は暑いですけどブラジル流の暑さにひょっとしたら対応できる可能性がありますよねそうですねハードな練習だそうです連日2部練習でフィジカルを上げることを目的に走り込みが中心 <laughs> その上でおよそ8 0ルの坂道脱出し シュ本弱やるそうです<ー>で坂道ダッシュって、最近、ユースの選手なんかもうやってないそうです、はい、つまりランニングマシンがあるから、ははは柿谷陽一郎選手、坂道ダッシュ、新鮮っすね、ジュニアの頃からセレッソではこういうトレーニングはしてませんのでと話していたということです、<laughs> 一方の大久保嘉人選手、いやきついっすけど、俺、国見っすから一応と、余裕のコメント。はは 出身の長崎県立国見高等学校はとにかく練習がハードで有名、うん、あの頃は世界中の高校生の中で俺らが一番走ってるんだろうなと思ってましたよだって朝飯も昼飯も走りながらすからねこういうところで昔の蓄積出るのかもしれませんねと笑い飛ばしていたということです<ー>おにぎり食べながら走らされるんだそうです喉疲れますよ、ね、<laughs> 正直 亀山さんは一番しんどかった練習って、はい、プロ学生時代通していやプロですね特に秋季キャンプ秋のキャンプ秋のキャンプですね確かに若手の蓄積を促す体力を養成するのが秋のキャンプ、はい、シーズンの反省プラス、えー、潰れるならここで潰れちまえっていう感じで教えてくれますんでね <laughs> <ー>春はもう競争になりますので走る打つ あと守るいろいろありますけどとにかく全部がしんどいんですか全部しんどいです強化もしんどいですし晩飯までに間に合いませんしね帰るのも遅くなるからはい飯食ったら今度ウエイトとか夜間練習ありますしねわであと高校生の時って、はい、やあのゲージ打つ場所が2か所ぐらいだからせいぜい限られるけど練習時間も長いんです高校は、はいうん、ただ全員で守って全員でバッティングしてとかですんで結構休むスペースっていうか休憩 でできるる時間があるんですよね伺いましたけどプロってどんどんサーキット式にあの休みなしでやりますからね。そそうそうバッティングして、ティーして、走塁して、守備して、バント練習、全部ぐる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 回ってますんで、休みがないんでねこのあたり、えー、強烈なトレーニングで言いますと、サッカー界も負けてはいません、はいはい、ドイツのブンデスリーガで有名なスパル,スパルタ監督のフェリックス・マガトっちゅう人がいるらしいです。はい、ドイツ人 じゃないのかアメリカ軍人の息子さんで軍隊式トレーニングが大好き鬼軍曹というあだ名さえある <laughs> 高いクオリティは苦しみから生まれるがモットーだそうです<ど>う <laughs> でなぜえー、日本代表の2部どころか3部練習が普通通称マガトブートキャンプと言われるんだそうです <laughs> 痩せるわけじゃないんだねこれ練習する前に、はい、練習場にブルドーザーが持ち込まれて、はい、走り込み用の坂 階段オフロードコースをこうユンボとかブルドーザーが作るんだそうですそこを選手たちは走らされる汚い話ですが、はい、吐いたたたたりりりとととかか失神しそそんなことも選手たち当たり前だそうです<ー>で日本代表のあの長谷部内田選手ウッチもマガト監督のチームに所属していたことがあります。人 とにかくマガトの練習は地獄人生で一番きついおかげで今は何も怖くないですと話しているということです一方のマガトさんは日本人選手が大のお気に入り日本人のフィジカルは本当に素晴らしいよね、うん、とにかく彼らは試練に耐え抜くマゾヒスティックともいえる根性を持ってるからと日本人選手を常にチェックしているんだそうですあやっぱり根性か <laughs> あと サディストかもしれません、ね、やっぱりねいやいやだけどまあまあそれをやったことによって <laughs>、はいね、彼らはあの高いクオリティが保てて,る、ね、保ててるってことでしょまあウッーもねああ見えてものすごく走るそうですからねょ、うん、っとした顔してますけどね,ねいやいや大したもんですよ精神面のトレーニングというか鍛錬もマガとは重要視してまして、はい、夕方練習の有無は午前の練習後に通知する。 夕方以降の遊びの予定は入れさせない、うん、合宿では毎朝部屋の前での天候あり遅れたら罰そう罰で走らされる、はい、炭酸飲料禁止あとヌーディストビーチをひたすらランニング、はい、理由は精神を鍛えるため<う>雑念に負けるなっていうことですかね<う>試合前日は全員で映画を見る理由は投資と一体感を高めるため見させられるのはロッキーとかだそうです <laughs> <laughs> だからもう、あれでしょうね、厳しくやりすぎたから、もう本当に軍隊式で徹底的にやらないと、気が済まないって感じですよね、すまないんですねブラジルとか <laughs>、はいあの、ラテン系の選手は、はい、マガとのチームだけは嫌だって言って、好条件でも断る選手もいるんだそうですあさ無理だわ だそ,うそれこそマガトさんがワールドカップの建設に携わったらプシッとできてるはずだわ <laughs> 間違いなくブラジルの人たちどうですかね <laughs> 聞いてますかマガトっていうのがいいますよいやいやいやまだありますねラグビーお聞きいただきましょう 8大会連続出場決定ラグビーはアジア5カ国対抗が行われ日本は全勝対決となった香港戦49対8で制し大会創設からの7連覇を達成イングランドで来年9月に開幕するワールドカップに8大会連続8度目の出場を決めました月にましたね まあコンサートいろいろやったりとかしてたわけですが、はい、全競技を通じてこのラグビーのアジア5カ国対抗が最後の公式戦になりました、はい、最後はラグビーが飾ったということですね、はい、エディー・ジョーンズヘッドコーチいい形で追われた勝てたのは我慢強く規律を守ったこと、うん、ワールドカップの目標は準々決勝ベスト8に進出すること今からその準備を始めたいと宣言しました、うん えー、体格では互角以上の香港に激しいプレッシャーをかけられましてミスもありましたが最後は自力の差選手の実力の差を見せたということになりました、はいえー、ただこのエディジョーンズヘッドコーチも練習の厳しさでは有名だそうです、はい、合宿では午前5時からの3部練習は当たり前、はい、亀山さんがてんこ盛りにスタンバイする時間から練習始まります は僕ラジオで喋ってるだけですけどふわ,ふわっと眠いですもんね <laughs> 走ってもないけどやるんです練習<ー>エディ・ジョーンズヘッドコーチの元では <laughs> 大変世界の最高峰スーパーラグビーでプレーするあの堀江選手をしてもあれだけの練習はスーパーラグビーでもしませんねと、はい いううほどの練習量だそうですなるほどでもちゃんと練習はうれ裏切りません昨年の6月あの強豪ウェールズを破るなど徐々に結果にも現れていまして選手たちは確かな自信をつかんでいます大野選手2度のワールドカップを経験していますが今のジャパンは最強ですベスト8も可能だと思いますと手応えのコメントを残しています。 いよいよ来年9月ワールドカップ注目しましょうジョンズヘッドコーチマガト監督とメルトモだったりしてね <laughs> 情報交換してたらどうしよう <laughs> ボクシングいきましょうこちらです4戦連続 KO プロボクシングミドル級のノンタイトル戦京都で行われロンドンオリンピック男子ミドル級金メダリスト村田亮太選手がメキシコのヘススネリオと対戦6回2分35秒 KO で下しデビューから4戦連続 KO 勝ちとなりました 京都でのプロ初めての試合進化した姿を見せつけました、うん、重い右ストレートが6回2分過ぎネリオの顎にヒット世界ランカーとの対戦経験もあるメキシコの選手だったんですが2度目のダウンで立ち上がることができませんでした、はい、試合後村田選手練習してると言ってきた右ストレートで倒せました有言実行ということで褒めていただきたいですねと 自我自賛さえする圧勝劇でした、ね、私もこれテレビ見てましたけど強かったですねこの村田選手に関してなんですが昨年の4月プロ転向しておよそ1年間防具やジャブなど技術ももちろん向上しているんですが肉体の方もプロボクサーとして進化しているんだそうです、はい、現在の体重2キロ増やしておよそ7 8キロなんですがいわく 筋肉はバキバキよりもナチュラルな方がパンチのパワーが出るんです今は腕立て伏せすらしていませんよということで、えー、ボクシングの動きの中で体の筋力というか意<外>フィジカル面を鍛えてるんだそうです、えー、確かに意外ですよね,ね筋トレすりゃいいってわけじゃないやっぱりボクシングはボクシングで鍛えるということなんでしょうかうん、うん、以前ゲストに来ていただきました水泳の近大の山本選手も、はい 筋トレはほとんどしないとおっしゃってましたもんね。ね、まあ昔加計夫さんなんかも多分そういう感じのかと言われてたような気がしますね。ああ、加計夫岡田自体っていうのはやっぱり、はい。 あくまでもバットを振り込むことによってそそのその筋肉でできるみたいなな、うん、バランスも含めてなんでしょうねトレーニングの話がくしくも今日いっぱい出てきてますけど、はい、やっぱり時代とともにどんどん変化していくものなんですねトレーニングのやり方って亀山さんの時代っていうのはちょうど過渡期だったと伺いましたね。 追い込むところと、はい、科学的にいろんなものを研究しているトレーニングの谷間ただ普通にあの大きいタイヤ引きながら走ったりもしてましたので <laughs> えすごい複雑でしたね <laughs> 亀山ムの「亀友スポーツジャーナル」お送りいたしました寂しいじゃねえか。 サッカーブラジルワールドカップに出場予定ならスター選手の話題です、はい、日本代表、初戦で対戦するコート・ジボワール代表の中心選手、ヤヤ・トゥーレ選手、今、マンチェスター・シティというイギリスのプレミアリーグでプレーしています、はい、でマンチェスター・シティ、今シーズン、プレミアで優勝したんですよね、はい、5月13日、クラブ主催の優勝祝賀パーティーが行われたんですが、一人だけ不満顔でした、はい、実はこの日、誕生日、急に切れまして。うんはい みんな寂しいじゃねえか今日俺誕生日なんだよ大切に思ってないっていうことなんか寂しいじゃねえかと涙目 <laughs> で訴えたかと思うと走って会場を後にしたということです、はい、後日代理人を通じてチームを変わりたいと表明しまして慌ててクラブ側が公式ホームページに誕生日ケーキを送る画像などを掲載した <laughs> ということだそうですこれマンチェスターシーってあのバロテリアにいたとこじゃないですかバロテリア前にいたチームですねええ やる、ね、ここのチームちょいちょい <laughs> やっちまったなねいい感じのなんか名門チームなんでしょ <laughs> そうですねやるねちょいちょい <laughs> やっちまったねえー、だから入る前に個人面談とかないのかなこれ誕生日は5月13日です誕生日ケーキお願いしますいやただね、うん、あのもちろんわかる言ってることはわかるはいえヤトゥーレ選手ねただ31歳なんだからはいもう大人なんだからはいだらこなない あの怒って走って帰ったっていう,もうそれは大人げないんでこれ <laughs> <laughs> 思わぬ弱点になるかもしれませんねコートジュヴルのね<え>誕生日お前覚えられてなかったんだっけって言うと急に切れたりとか <laughs> <laughs> まずコートジュヴォル語覚えないといけませんねそうでしたそれなかなか難しいと思います以上亀松ムの「ちょっと仮面」でした さあここからは竹下さんのガンバレスペシャルのコーナーです改めましておなじみ竹下芳恵さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします亀山さんとはあそうか2月のピンチヒッターの時には亀山さん沖縄でいらっしゃらなかったですもんねそうです僕だけ帰らなくて寂しく電話切った後寂しかった <laughs> はい <laughs> 無事にうまくいったみたいではいありがとうございましたドキドキしましたいやいや 後から聞いてもう全然もう俺ちょっとレギュラー危ないんじゃないかってビクビクしてましたからね亀山さんね常常にに怯えてる <laughs> <laughs> 常にね <laughs> そして V プレミアリーグの方なんですが女子のファイナルが先月4月12日土曜日に行われまして激戦の末久光製薬が2連覇を達成しています久光の強さ2連敗の原動力どんなふうにご覧になってましたかあののーーグ始まる前からやはりメンバーがいいので 絶対勝てるっていうものはあったとは思うんですけど、うん、なかなかこう、代表行ってたりとか、疲れが残る選手がいたので、スタートはちょっとよくなかったんですけど、うん、やはり後半、安定したバレーをしてくるなっていうのが印象的でしたね、うん。亀山さんもよくジャイアンツに例えておっしゃるんですけど、はい、チームが充実しているところは、スタートダッシュっていうのは往々にしてよくないことがあるんだけど、はい、動き出したらダンプか重力、止まらないと。能能力力高高いいんでやっぱりアジャスする能力も高い、うん 何よりもその勝とうという意識が誰よりも強い監督じゃないですかね原さんの場合は、えー、あ中田君の監ね、はい。やっぱりそのあたりのスピリットっていうのは、選手に伝わっていくもんですかね、そこは。そうですねあのやはり2連覇がかかってたので、うん、監督も最後の会見でおっしゃってましたけど、やっぱり自分が一番怖かったっていうふうなこともおっしゃってたので、はい、すごくプレッシャーを感じてたんじゃないんですかね。うん 連覇っっていいうのはやっぱり難しいんですか私はやったことないので <laughs> 分からないですけど<え>絶対難しいいと思いますあ一度優勝した頂点を極めたこのままいいところを伸ばしていけば勝てるはずというふうに思うんですけどもななかかそうですねあの私一度 NEC の時に全勝優勝したことがあるんですけど。はい やっぱり最後の最後ってすごいプレッシャーなんですよね、うん、そこまで勝ってきてると、はい、多分それにちょっと似たものがあるのかなと、勝って当たり前みたいな感じで、周りは見てるんですけど、うん、やってる方は、もう必死なんですよね、うん、やっぱり。まあ確かにあの、僕は優勝経験が逆にないんで、チャレンジする側の立場で言うと、強いところはもう勝って当たり前だと思うから、強いところ、いいところをまず消しにいくから、はいうん、そこを潰されたときに、どう立て直すかっていうことになるんでしょうね。はいうん まあ2連覇となると強さも本物かなというふうに思うんですがただ、中田監督はそのやっぱり、監督としてその不安を一切出さずにいったんでしょうね、うん、そう,ですねもう最後の最後の会見でそれをおっしゃってたんで、そうなるとやっぱり、ついていく側を、っ、えっっていうのは、やっぱ感じるでしょうしね。うんえー V プレミアリーグ女子の表彰選手そして監督賞などが発表されていまして永田監督が優勝監督賞そして最高主君選手賞には久光製薬の新鍋選手が選ばれています新鍋さんは鹿児島県人、はい、亀山さんの後輩にもなりますけれども全日本でも竹下さん一緒にプレーされた経験がおありだと思うんですが、はい、新鍋選手今年の成長度はどんな風にご覧になってました そうですね自分からこう表に出ていくタイプではないんですけど、はい、しっかり仕事をやる職人ですよね、うん、サーブレシーブにしてもディフェンスにしても、抜群でしたねウィングスパイカー、もちろん攻撃の選手ではあるんですけど、はい、以前から守備、レシーブに関しても非常に頑張る選手、はい、気持ちが出ている選手というお話を聞きましたそうですね、本当にあの顔にはそんなに出ないですけど、すごい内に秘めた投手というか、うん、もう本当に素晴らしい選手ですね。うん そして関東賞には岡山シーガルズの宮下遥選手、セッターそして得点王には東レアローズの迫田沙織選手、えー、などとなっていますがベスト6を見てみますと新鍋選手、迫田選手久光製薬の長岡美優選手岡山シーガルズの山口舞選手ミドルブロッカー岩坂奈那選手、久光そしてセッターの岡山シーガルズ宮下選手という,ふうになっていますまあベスト6のうち3人が久光の選手と。 いうのは、ええー、と思いますけど、これ、順当なとこなんでしょうかね、どうご覧になりますかうん、全然、普通だと思います、うん、これでいいと思いますね、はあ、やっぱり強いチームの選手が順当に力を発揮したそうですね、うん、本当にあの彼,女彼女たちがいて、勝てたっていうのもあると思うんですよね、トータルで本当に頑張った結果だと思いますね、うんうん、いろんなところに名前が出てきてますもんね、やっぱり、久光、はいうん、の,の選手がね。はいうん プロ野球のオールスターでも、まあうん、ファン投票とか、あの監督推薦の側面はありますけれども、はい、やっぱり実力のある選手が当然、目に留まって名前が出てくるっていう部分はあります、ねまあ、ただ、これは多分、オールスターの受賞とは違って、うん、あのタイトルだと思うんですよ、うん、野球でいうと、うん、ベストナインだったり、ゴールデングラブ賞だったり、盗塁王、首位打者とか、えー、そういうタイトルだと思うんで、野球の場合は結構、そのなんていうかな。 チームの勝ちち負けけももちろんんってくるんですけどそうじゃなくて受賞者が、ね、常連なんですこれパッと見るとすごく初受賞が多いんで結構これ狙って取れる賞ではないないです、ね、ーシーズンによってそのチームの出来によってでだいぶ変わってくるのかなと、はい、あまたあの人って野球はしょっちゅうあるじゃないもう10回とかはい じゃないですもんね大人で3回目ですから長岡選手山口選手そして迫田選手がそれぞれ2回目あるいは3回目なんですが残りの選手は全員が初受賞というフレッシュな顔ぶれです、うん、若いんですこの選手たちも若いんです<ー>、うん、ということはどうなんでしょう大きくその女子バレーの中もその世代の 交代が始ままりりつつああるというかありますね本当今、活躍している選手が20代前半の選手であったりとかなので、はい、やっぱこの初受賞も20代前半の選手がほとんどなんですよね。うん でもちょっと前までは結構な数を取った人がここに出てた可能性があったんだそう考えると気は早いですが全日本の顔ぶれもだんだんと若い選手が並んでくるということになりそうですかね、うん、そうですね若い選手に頑張ってもらわないとやはり2020年もありますし、はい、でもそれだけじゃなくやはりベテランもうまくこう融合してチームは作っていかないといけないんじゃないのかなっていうふうには思いますね、うん、そんなベテラン勢の活躍で目を引 たいのが岡山シーガルズですチーム史上初の2位というところまで行きましたシーガルズキャプテンの山口舞選手がベスト6そして全日本でも一緒にプレーをされた経験があります、えー、彼女はあのー、センターそしてライトの選手なんですが移動攻撃がすごくて海外では忍者って呼ばれるぐらい進出鬼没だというふうに書いてあるのを見ました。はい もう素晴らしいですね、本当にあの海外の選手は嫌だと思います、あ<ー>もうどこに打ってくるかわからないですし、そのアプローチしてくるラインも、やっぱり人に隠れたりとか、うん、うまく工夫する選手なので、素晴らしいですよねあの木村沙織選手のように、もう分かってても,もうスパイクがよくて返せないという選手もいれば、その技で嫌なところへ打ってくるという選手もいるわけですよね。そ、はい、それははどううううでしょう最初かからそういいうなのかあるいは そのキャラクターをチェンジしていくことも可能なんでしょうか、選手によっては山口選手に関しては、非常に鍛えられた選手ですよね、うん、その川本監督の下で、すごい、本当にあのうまいんですよ、プレーが。はいはい、計算ができるというか、やっぱり鍛えられてできるプレーなんだなっていう部分はあると思います。あ、はい、あとはサイズ的な部分もありますよね多分、はい 飛び抜けて大きければ、はい、どちらかというと、正攻法で育ててあげたいだろうし、はいうん、これからもっともっとスキルアップするためには、そういうことができる人であれば、それをした方がっていうふうに成長してきたのかなと。うん、なるほど、まあ。プロレベルというかね、世界レベルで戦おうと思えば、はい、だって野球選手だって、大概みんな4番バッターやってたやつが、バントできないやつとかいっぱいプロのだもね。<laughs> それができて、初めて2番バッターができたり、その上のステージで戦うためには、少しの。 チェンジをしないと通用しないっていうところをまあ見切られた選手でもあるのかもしれないです、ねうん、じゃあ、中高生のプレイヤーでも、飛び抜けてものすごく身長がなくても、例えば、敏捷性があるとか、とっさの判断力が優れているというのであれば、攻撃の選手として山口選手に花開くことも可能性としてあるんでしょうかねそうですね、うん、そこを見極めるのは指導者だとは思うんですけど、でもやっぱりその、こうやってそんなに身長がない選手でも、 世界と戦っていけるっていうのを見てるので、子どもたちも、うん、まあ夢は広がりますよね、まあ、自分にもできるんじゃないかっていうふうになっていくので、うんうん、だって、多分中高生ぐらいの時はみんなスターですよ。はい そなんかそ少々ミスっても全部決まってた人たちでしょ、うん、多分。亀山つともね、鹿児島じゃもう。そうそう、天才と天才とい番を打っても絶対もう、そこのけ、<laughs> そこのけと思ってた、ね、もうプロのユニオンを聞いた瞬間、大きな感じが、えいとこ来て思ったと思いましたからね、これ。でもそれぐらい裾野がちゃんと広いから、あの、世界を目指せるという運分はあると思います。はい。 えそしてセッターの宮下遥香選手のお話に行きたいと思います岡山シーガルの選手です、うんはい、18歳にして初のベスト6に選ばれました、はい、セッターというのは特にチームの中でも一つしかないポジションですので難しい部分もあったと思います,そうです、ね、成長度に関してはどんな風にご覧になりましたかえっとやっぱりこのリーグ戦を通して戦い切るまで ににななっった選手だなっていうふうに思うんですねやっぱり若い時はベテランに助けられながら、やっとこう戦ってるっていうふうに見えてたんですけど、ここに来て、やっぱりこの何十試合っていうところを、一人で上げきってやってるっていうのは、たくましいですよね。1年通してセッターを務めるっていうのは、大変なことなんですね大変ですよね、やっぱり、あのー、すごく動かないといけないポジションなので、体力もいりますし。 まあでも逆に18歳だったら体力はあるかもしれないですけどねあそっか体力も必要だしその自分自身にもの波って当然ありますよ、ねはい、そこでも変わらずトスを上げ続けなければならない、はい、ところの難しさそうですねうんただどうなんでしょう若いから元気であってもそのエンジンとその自分の能力を限りなく100に近い状態を出す技術っていうのは足りないじゃないですか、はい、若い時って、はい、もう若さと く力とか勢いに任せる、はい、そういうことがやっぱり1年間、シーズン通して戦えるようになったってことは、ある程度自分の力量を100に近い状態で、シーズン通して出せるようになってきたということですかねそうですね。うん、で、社会人になったんですよね、今年から。はい、だからやっぱりそこでも、なんか自分で変えないとっていうふうにもなってきてると思うんですよで いろんなことが彼女を成長させてるんじゃないのかなっていうふうには思いますけどね確かに野球もそうですけどその春と夏と秋とってこうそこに向かってあの551のある時ない時やないけど <laughs> ある時ない時で差があるとね 1>,、はい、1年間通してっていうのはコンスタントに出れないわけでしょうんそれが要するに自分の中でちゃんとできるように確かにプロ野球でも1年通して一軍の試合に出続けるのって大変ですもんねそうなんですよだから多分プロのの能力っていうのは 毎日特別なことをする人たちじゃないんですね。うん、多分毎日当たり前のことを高いレベルで維持できるかどうかの方が多分大事。はあ、毎日だってクリスマスパーティーしませんもん。<laughs> そうです、ね。毎日誕生日がしないですもんね。そこですよね。そうですよ。すよ特にセッターの場合は自分の好不調がそのままチームのまあスパイカ全員に影響を与えてしまうという意味では重いポジションですもんね。そうですね。勝敗はセッターで。 決まるるってて言われてるポジションですからね、うん、どうなんですかその彼女のメンタル的な部分っていうのは若くねやっぱり相当しんどいと思うんですけど結構強いです彼女はああ<ー>、はい、しっかり受け止められるそうですねでもやっぱりこう若い時からその大人の中にいるので、はい、結構強くたくましくなってきてますよねうんなるほどね 全日本でも竹下さんの後継者候補というふうに言われてるんですが、あのセッターとしての竹下良枝さんは、とにかくスパイクを打つ人の打ちやすいところへここに合わせたオーダーメイドのようなトスを上げてくれるというお話もありましたが、うん、宮下選手のセッターとしての個性っていうのは、どんなところにあるんでしょうか。そううですねやはり私と違う一番の 違いは慎重ですよね<ー>やっぱり高さのある選手なので、ブロック力も高い選手ですし、うん、やっぱりそのトスの組み立てっていう部分では、やっぱりどん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 経験をしていって、やらないといけない部分はあると思いますけど、やっぱりそのブロック力っていうのは、素晴らしいものを持ってると思います全、うん、衛に出たときに、守備としても自分が第一線で活躍できるという、はい、ファクターがあるわけですよね。はい、でも逆に 竹下さんのメリットにした部分ですよね身長が低いからこそ、ボールの下に潜り込んで、いいトスを上げていくという部分、大きい選手、ちょっとそこはマイナスになるんじゃないかなと思って、心配するんですが結構、アンダーパスでトスを上げることが多い選手は増えますよね、身長の大きい選手っていうのは。はい、やっぱりオーバーパスで、あのー、スパイカーに届けてあげる方が、より打ちやすいので、うん、なるべく。 セットはオーバーパスでっていうことは意識しますね、うん、そこのところは練習でどんどんブラッシュアップしていってほしい部分ではありますかねそうですね、うん、どん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 こうレベルを上げていってほしいですよね、うん、ただご本人はインタビューなどであの竹下さんの後継者と言われるのはプレッシャーでしたというふうに語っていますで今回の受賞に対してもベスト6ですが自分が日本一うまいセッターだなんて絶対に思っていませんし 今後もそうなれるとは思いません、今はただ勢いに任せて、すべてを吸収するつもりで全力で走るだけですと語っています。うん、18歳らしい亀山さん、コメントですよね、これいいですね。うん、最近の本当に若い人、コメント上手ですね。<laughs> 上手ですねね <laughs> 調子乗ればいいのに、ね、い私しかいないでしょうぐらい僕らの時代は多分そういうコメントになる <laughs> ね18歳多いと思うんですけど謙虚でありながらも、うん、決して自分の中のスピリットは、はい、あの出していないわけではない熱いものはあるんだよというのが伝わってきます、はいうんね、これは竹下さんどんなふうに読みましたか よく自分をこう分かってんだなっていうことは本当にこのベスト6の中でセッターは宮下選手だけですけど、はい、中道選手もね、セッターとしては抜群にうまい選手ですから、そういうことも含めて、この彼女のコメントをこう感じることができますよねほどねで、やっぱりこうタイトルまで取って、チームを2位まで行くっていうところも含めて言うと、これはかな,かなり。 来シーズンに向かってさらままた成長しますよね、はい、自信というか、はいうん、調子乗らない人だから自信になるんですけどねはい我々は過信にしかならなかったんですけど <laughs> <laughs> その自信と過信のバランス今亀山さんがまさにおっしゃったんですけど難しくないですか自信がなくても成長しないし過信状態でもダメだし自分で自分をどれだけ理解して あの動けるかっていうのは大事かもしれないですよね、うん、自分で自分を理解する実力コンディションメンタル面自分でだからそのコントロールできなければ上には上がっていけないと思いますさて、えー、竹下さんが元所属していた JT マーベラスなんですがリーグ開幕時は 好調なスタートだったんですが結果7位ということになりましてチャレンジマッチチャレンジリーグとの入れ替え戦にも敗れまして来シーズンはチャレンジリーグでスタートということになりました、うん、ちょっとだんだんとフェードアウトのような展開になってしまいまして非常に残念ですが、うん、ちょっと残念ですね JT の今回あの残念だったポイントを1つ挙げていただくとどんなところだったでしょうか スタートは良かったんですけどね、やっぱりその後の戦い方といえば、やっぱりそのデータを取られてくるので、うん、そこでそれ以上のプレーをしないことには勝てないので、うん、そこがこう抜けれなかったポイントっていうのと、やはり、その V リーグで戦った選手が、チームの中に少なかったっていう新人が多くって、うん、っていう中で、チームとしてのまとまりにちょっと欠けたのかなっていうふうには思います。うん その辺りのところ、チャレンジで、えー、経験を積んで、ぜひ昇格へということになると思いますが、そんな中、新人の JT の奥村麻衣選手がブロック賞、そして新人賞を獲得しました、ミドルブロッカーの奥村麻衣選手、身長177センチなんですが、これは少し明るい材料ですね。 すごいんです、ブロックがめちゃくちゃいいんですよ、彼女。えーうん、だからやっぱりこういう選手がいるから、余計に上のレベルでやってほしいんですけどねブロックっていうのはやっぱり、高説、うまい下手出る技なんでしょうか、プレーなんでしょうかやっぱりそんなに身長の高くない選手なんですけど、タイミングであったりとか、その相手のセッターから出るトスをしっかり見極めれる選手なので。うーん こういうい結果につながってるんですよね高下さんも現役の時あのブロックを決めるプレーが何回もありました、あれはやっぱり身長じゃなくて、タイミングとそのジャンプの高さっていうところを見極める私はもうタイミングだけでしたね、<laughs> やっぱり高さがないので、いやいや仕掛けることがなかなかできないので、ねはい、でも逆にタイミングをしっかり見れば、身長177センチの奥村選手でも、第一級のプレーができるということですよね。 さあすで、えー、に来シーズンに向けて精進を定めているチームもあります来シーズンの女子バレーボール、えー、来シーズン当然久光は王者として三連覇を狙ってくるわけなんですが久光、はい、の資格どんなところを狙っていくべきなのかまたそれを狙える最有力最有力のチームどこになるんでしょうか久光は安定したバレーをしているんですけどやっぱりまた三連覇となると いろんなことを研究して、どこのチームも久光に勝とうってしてくるわけなんで、うんうん、非常に厳しい戦いにはなるとは思うんですけど、はい、やっぱりあのそれを跳ね返してでも優勝してほしいですよね、うん、また他のチームは、東レーであったり、チーム力の高いチームがたくさんあるので、うんうん、そういったあたたりも期待したいですね、うん、さあ、そして2014年シーズン。一人 注目選手、竹下さんの中で挙げるとすれば、どんな選手がいますでしょうか一人難しいですね、2014年、こ <laughs>、ま、今年はあの代表の方も世界バレーがありますし、うんま、海外から戻ってくる木村選手もそうですけど。 私はやっぱりセッターなので、セッターが誰がこう気になっていくのかなっていう、うん、ところは見たいですよね宮下選手の名前も出ました、中道選手の名前も出ました、はい、各チーム、一、まあ、つしかないポジションで、誰が頑張り抜くのか、1年間というところも注目ですよね、はい、そうは関西一円頑張れ、竹下義しさんにお話を伺いました、どううもありがとうございました雨で順延になりました、今日の甲子園の阪神・ロッテ戦。 順園でよかった明日への順延歓迎です僕現在ヘルニアの手術を受けて入院中明日退院なんです<お>歩ける実感甲子園で生ビール片手にジャンボ焼き鳥生きてるっていうのを実感したいです旭区の京橋の剛さんから頂きました ああ、気をつけて、じゃあ、完成に行っていただきたいですね。無理しないでお願いします。ね、ありがとうございました。はい。そして、来週の MBS ラジオはスペシャルウィークということで、亀友スポーツマンデーには、オリックス・バファローズの快進撃を支える、正キャッチャー、はい、伊藤光選手、生出演です。超豪華なチケットプレゼントもあります。ぜひ、来週の亀友ト聞いてください。はい、ぜひメールください。それではまた来週です。さようなら。さようなら。